いらっしゃいませ。ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。前回の、501 XX のギャラ入り次の年代、いわゆる、ギャラなし姉妹店のフェイクアルファの方から、お借りしてきました。こちらも今回デッドストックをまた用意しました。前回説明したベルトループはずれております。こちら変わりません。ただこの紙のパッチ、エブリガーメントギャラテッド、この文字がなくなりました。そのギャラ入りギャラなしっていうのも、通称 の、 古着用語ですね。ちょうど58年頃から、レザーパッチから紙パッチに変わって、ギャラの文字がなくなるのが、実際63年頃です。なので58年頃から、62年頃までがギャラ入りで、こちら、ギャラなしが、いわゆる63年からちょうど1966年で、501XX が一応終わります。紙パッチの年代、まあ、このいわゆる最後の方の XX っていう表現をするんですが、ここからあたりからですね、大体60年代入ってくるとアイビーファッションという、ファッション、まあ、少しですね、もう完全にファッションの時代になってきているので、シルエットがだんだんこう細くなってきます。この年代からいわゆる、カラーパンツという言い方なんですけど、ちょっとこう細身のパンツがすごい時代的に流行し始めて、この501XX も若干変化があります。60年代だいたい前半から中期にかけて、だんだんこうシルエット、まあ501といえばストレートなんですけど、ストレートの感じが気持ち細くなっていきます。まあ、テーパードがかかるという言い方もするんですが、前回紹介したギャラ入りの、デッドストックとこちら全く同じサイズ表記です。ちょうど足元ですね、こちらの裾幅を測った時に、やはりこう何センチかちょっとこう違いが出る、それぐらい気持ちですけど細くなっていってるっていうのが分かります。これはまあ大体時代背景ですね。こちらのデッドストック、前回も言いましたが、このアーケード、これも深いですね。ちょうど60年代、まあ、50年代終わりから60年代にかけて、この、アーケードの形がすごく綺麗に、なるなっていうのがすごい、感想です、僕の。まあ、こちらも前回と同じ、サイズが少し小さめです。ウエスト30、レングス36。まあ、こちらで、デッドストックで49万8000に消費税。まあ、これも、ウエストがもう少し大きければ、59万8000円。マックスが、まあ、今のところだと69万8000円かなと思います。それぐらい、まあ、サイズで、値段も変わってきます。で、こちらはですね、今回、ユーズド。見てください、この素晴らしい色落ち。同じですね。ベルトループがずれております。紙パッチ、ギャラなしで、前回説明したこちらがカッパー、銅からシルバーに変わってます。これも正式に何年からここが、銅からシルバーに変わったというのは、まあ実際63年、まあ、64年頃じゃないかなと、思います。で、まあ、66年 XX が終わるまでに、またこちらのベルトループオフセットになったのが真ん中センターに戻る時代が来ます。こちらも同じように隠しリベットついてる時代です。まあ、これはですね、パッチ表記がまあ一応うっすら見えるんですが、33の、32とうっすらですが見えます。まあ、実寸、32の329というサイズなんですが、まあ、今の、結構時代といいますか、皆さんサイズ感的にこのぐらいのサイズが一番人気があるとも言えます。このヒゲの感じ、全体的にこれもポケットに少しダメージは出てますが、こちらで19万8000に消費税。あ、ヴィンテージのデニム履いてるなって思える色落ちじゃないでしょうか。レザーパッチだからいいっていうことも言いますが、逆にこの辺の60年代の XX 意外と探すと数がないです。501XX、63年から66年の間ですね、今回はちょっとこれを説明させていただきました。ありがとうございます。では
よくお客様から、質問を受けるんですけど、こちらの紙パッチと、いわゆるその前のレザーパッチですね、もしこう綺麗になくなってしまっていることが実は多いです。ここが取れてた場合、まあこれはどっちなんでしょうかと。